今日はアストリアに来ています。今週に入ってニューヨークではレストランのテラス席や中庭などの店外での飲食が可能になりました。ここが、アストリアのブロードウェイにある日本のスーパーです。ファミリーマーケット。3月16日に店内での飲食が禁止になってから3ヶ月と1週間が経って、ようやく座ってゆっくり食事ができるようになりました。ここまで本当長かったですね。お祝いも兼ねて今日は早速レストランでご飯を食べようっていうことになりました。ついでにアストリアの街をご紹介します。ここはアストリアのブロードウェイというエリアで、アストリアの中心的なエリアです。最寄り駅は地下鉄の NW のブロードウェイ駅です。ニューヨークでは店の外にテーブル席を設置する場合、エリアごとの厳しい基準に沿って高い使用料を支払わない限り設置できなかったのですが、今回はコロナの影響で店内飲食が禁止されているため特別に使用可能になりました。今回サイドウォークや道路にテーブルを設置する場合、ニューヨーク市のウェブサイトから申請すれば無料で使えるようになります。期間は道路は9月8日まで、サイドウォークは10月31日までになります。使用できる時間帯は月曜日から土曜日までは朝8時から夜の11時まで、日曜日は朝10時から夜の11時まで。道路にテーブル席を設置する場合、テーブルが設置してあるエリアをバリアで囲わないといけないです。結構すごい人がいます。アメリカ人はもともと外で食事をするのが大好きなので、期間限定とは言っても無料で設置できるならやらなきゃ損ですよね。ただ問題は使えるサイドウォークや道路はお店に面しているエリアのみなので、小さいお店の場合そんなにたくさんテーブルが置けないことですね。まっすぐ行くとスタンウェイっていうところがあります。そこも商店街になってます。板を外し始めてますね。ここは抗体検査と PCR 検査を受けるところです。結構列並んでますね。にぎわってますね。外のテラス設置中ですね。
裏庭にまたテーブルとかの中庭の、ところにテーブルがあるのでそこで飲食可能です。アストリアには学生の頃二十歳の頃から6年間住んでたことがあるんですけども、それがこのエリアです。なんか懐かしいですね。朝見てる。ここのすぐ近くにビアガーデンがあるんですよ。大きい中庭の庭園がある。空いてるのかな。ここもすごいにぎわってますね。開いてないですね、閉まってますね。外だから開いてるかなと思ったんですけど、入り口がここで、このボヘミアホールっていうんですけど、ここから入って、こっちが中庭になってます。なんで開いてないのかな。ここがアストリアパークです。アストリアに住んでた時は、結構大きい犬2匹飼ってたんで、いつもこの公園に散歩に来てました。そこがプールです。大きいプールなんですけどね。でもパブリックプールなんで、いつもものすごい人が泳いでて、なんかあんまり衛生的にも綺麗っていう感じのプールじゃなかったんで、一度も入ったことないですけど、今年は多分プールはオープンしないでしょうね。飼ってたんですよ。まあ、この子よりかは細かったけど、かわいい。結構人いっぱいいますね。私がアストリアに住んでた時は人こんなにいなかったですね。すごい混んでますね。今日花火じゃないよね。なんかこれ、あ、全然違うわ。なんか花火の時があってね、その時はものすごい人になるんですよ。なんかみんな椅子とか持ってきてるから、そうなんかなと思っちゃった。すごい人。なんでこんなにいっぱいいるのかな。見るマンハッタンもすごい綺麗なんですよね。今だいぶ夕日が沈むとこです。最近のアストリアパークっていつもこんなに混んでるんですかね。私が住んでたところはもっとガラーンとしてましたけどね。すごい人。
ライボロブリッジです。ここがディットマーズブルーバードっていうあの NW 地下鉄の NW の終点ラストストップのところです。ここアストリアはあのギリシャ人の街で、ギリシャから来た人たちが多いですね。であのギリシャレストランとか結構いっぱいあります。まあ、でも盛り上がってますね。アストリアすごいな。なんか昨日は結構閑散としたんですけどね、今日はすごい盛り上がってる。賑やかですね。いいですね。こっちも。
有名なんですよね。